この動画では業務スーパーの冷凍スイーツを5つ紹介します。今回紹介する商品はどれも手軽に食べることができる商品たちばかりですので、気になる商品がありましたら業務スーパーに足をお運びください。1つ目はプチ大福です。1キロ275円。和菓子屋さんで買う大福は日持ちしませんよね。その日のうちに食べきらないといけません。これだと食べたい時にすぐ食べることができるので便利だと思います。結構触った感じ結構ちっちゃいサイズですので、パフェのトッピングとかお汁粉に入れるのも全然ありですよね。個人的にはフルーツ買ってきて包丁で切り込み入れてフルーツ大福にして食べたいですかね。メーカーは安定の宮城製粉です。業務スーパーの関連会社ですね。宮城製粉デザートも製造してるんですね。すごいな。裏面です。原材料はこちらとなります。こしあんを使用してるんですね。個人的にはこしあんの方が好きなんで良かったです。こしあんは 26.1% と約4分の1の量あんこが入っています。263kcal とデザートにしてはカロリー低めですね。召し上がり方はめちゃめちゃ簡単です。常温保持で約2時間程度で解凍されます。中が凍っててもそれはそれで美味しいですよね。44個入りなので1個あたり 6.25 円です。次は伊達ごまだれ餅。1キロ298円。パッケージからしてこの伊達は政宗から取ってるみたいです。なんかお菓子でありますよね。お餅に黒蜜かけて食べるやつ、あれっぽい感じですかね。写真見る限りだと中がトロトロしてて美味しそうですね。でごまの香ばしさと程よい甘さが広がる。で製造メーカーはこれも安定の宮城製粉です。で裏面です。原材料はこちらとなります。アレンジレシピも書いてくれているのでぜひやってみてください。召し上がり方はさっきと一緒で自然解凍2時間で OK です。ただこれは蜜がとろっとしているのが売りなので完全解凍で食べたいですね。50個入りなので1個あたり約6円です。次はホットグです。4枚入り298円。1枚あたり 80g です。韓国のおやつですね。これね、知人におすすめされて購入してみました。韓国語って難しいですよね。最初甘いお餅でしょって思ってて、あれ嫌いなんですよ。違ったんでチーズがウニョンってなってるのを想像して、それも違うと。要はこれは韓国のホットケーキらしいです。で中にほんのり甘いソースが入っていると。上からかけないのでどちらかというとたい焼きに近いかもしれませんね。そのまま食べるみたいなので手が汚れないので屋台の定番おやつとして韓国で定着しているみたいです。裏面です。原産国は韓国ですね。本場の味を堪能したいと思います。調理方法はフライパンでもオーブンでもどっちでもいいみたいです。今回はフライパンで作っていきたいと思います。弱火から中火にして凍ったまま両面合わせて7分焼いたら OK ですね。中を開けるとこんな感じです。これを焼いていくんですね。次はティラミスです。2個入り248円。以前同じメーカーの商品をこの動画で紹介しました。チョコレートトリュフというデザートです。ビターな甘さで、結構大人なデザートで美味しかったと記憶しております。今度はティラミスですね。これもイタリアからの輸入です。ティラミスといえばイタリア。イタリアはデザートめちゃめちゃ得意なんでかなり期待できる商品です。今回も本格的なスイーツに仕上がっていると思います。普段あんまりスイーツ食べないんで、もこの文章が何言ってるか分かりません。成分表を見ていきます。2個で 160g なので1個あたり 80g ですね。
コーヒーシロップが原材料で一番に来ていますので、少しビターな大人スイーツですね。こちらも冷蔵解凍で OK です。解凍時間をお好みで調整してくださいということですので、今回は少し固めで食べてみたいと思います。で、中開けてみましたが、下の部分がコーヒーシロップですね。ファミレスで食べるティラミスにはここの部分がないと思います。上の部分がおそらくココアパウダーなので、上からほろ苦、甘い、苦いの三重層が楽しめます。最後はワッフルクリームサンド、5個入り248円、アソートタイプで以下の5種類が入っています。ワッフルなんで外から見たら何の味か分かるようになっているんですね。1個あたり約50円と、まあまあ経済的なお値段です。解凍方法は1個だけ食べる場合は冷蔵庫で4時間、最初アイスだと思って解凍するの難しいなと思ってましたが、これクリームサンドなんですね。原材料はこちらとなります。5つあるのですごく記載が多いですね。メーカーはオースターフーズという業務スーパーの関連会社が製造しています。以上が業務スーパーの冷凍スイーツ5選でした。今回もいくつかの項目をランキングごとに発表しておりますので、ぜひとも動画の最後までご覧ください。このチャンネルでは毎週金曜日は業務スーパーの動画、火曜日は不定期更新となりますが、業務スーパー以外のスーパーの商品の紹介をしております。お買い物の参考になりましたら、ぜひともチャンネル登録お願いいたします。